ははいいじゃあれいちゃあちん次行きましょうか、はいはいえー、加藤先生の「一押しツイッター」のコーナーです、えー、まずは城之内美奈さんという方のツイッター高市早苗大臣を失脚させるべく小西義文書で辞任を迫り奈良県知事選で分裂選挙を仕掛けた自民党重鎮がいる国府駅、党駅より市駅、我翼 権力欲が優先する人は国民に奉仕する国会議員の資格がないよね。うん、はい、それに被せてですか、当先生、えー。選挙の責任者である幹事長と選対委員長がこれを仕掛けたとしたら、未曾有の驚くべき事態です。これが事実なら、モテギはもうポスト岸田などは絶対あり得ない。その読みすらなかったら、なかったのなら、そもそも政治家として失格。 あのこの件は先ほどもちょっと詳しく冒頭の部分で言ったので繰り返しませんけども私が申し上げたいのは茂木幹事長というより幹事長職というチャン・カンのポストというのは重要な仕事は2つしかないわけですね。1つは政治資金を,をみんなに配るという政治資金の配分権というのが1つ2つ目があらゆる選挙の公認権国政選挙における 公認権権を与えるという権限この2つが自民党の官庁の事、えー、最も重要な仕事な仕んですそうすると今回の件で、えー、現職だった新井さんが、ねえー、昨年末までずっと出ないとおっしゃっていてそれを受けて新しい候補を出してそ,それで党本部に申請したけども党本部はそれを 認め,る認めない、えー、だから公認にしてないわけですから、ね、認めてないで推薦止まりになったりしてますけども両方とも出せば共倒れになるっていうのは事前の調査ではっきり分かってたわけですからこれは公認権を持つ茂木幹事長が裁断を下してこれはこれでいくというふうにどこか決めないといけないですよね。それをしなかったという で私は自民党幹事長の職にもうあた値しない、えー、こんなことでは次の私は5つの補欠選挙もそうですし、えー、国会が終わったあたりであるかもしれない衆議院解散総選挙その式も茂木幹事長のもとでやることになる,なるわけですけど私はこんな風じゃとてもじゃないけど選挙戦が本当戦えるんでしょうかと。 まあ先ほどビルさんから岸田総理は非常に運がいいという見方がありましたそそれは私もそう思いますただ運がいいだけで乗り越えられるほど衆議院選挙は甘くはないやっぱり一人一人の推薦公認をどうするかっていうのが選挙の勝ち負けに直結しますので私はこんな甘い幹事長ではとても選挙は戦えないんじゃないかあるいは選対委員長も含めて森山さんも含めてですね こんなにじゃととてもダメだと奈良が負けただけじゃなくて大阪のあの手いただくは何だと他にもたくさんいろいろあるし今後の、えー、東長選の後半戦及び補欠選挙もそうなんですけど補欠選挙の実は自民党の候補でもかなり問題ある人がやっぱり含まれているということまで考えるとね私は官庁の責任は重大である。これれででつ、えー、つのううち、えー、2つ2つも落とすようであれば あるいは三つも取れないようであれば当然官庁の責任は私は出てくるんだというふうに思います私はこれは全然厳しいとも何とも思わないもともと茂木には総理の器はないというふうに思ってますがやっぱりねと私はそう思ってますねそこはちょっと厳しいかもしれませんがはいでは次行きましょう十番を読んでください十一と一緒に読んでくださいあ 11, 11とじゃあ<っ>続けてお願いしますはい 米国の機密流出問題、新たな疑惑続々、韓国の通信傍受化、米軍の機密情報が流出,し流出したとされる問題に絡み、新たな疑惑が次々に浮上している。米紙ニュ,ニューヨークタイムズは、9日までに米当局が韓国政府の通信を傍受していることを示す文書や、ウクライナの防空システムの 宗義に,によっては外交問題に発展する可能性がある一連の文書は SNS を通じて拡散した情報の一部は会談されている模様だが全容は明らかになっていない流出文書相当数が偽造韓国交換国防省電話会談 米当局が韓国政府の通信を傍受したことを示すアメリカ国防総省の文書が流出したと報じられた問題で、韓国大統領府のキム・テヒョ国家安保室第一次長は、流出した情報の相当数が偽造されたものだと主張した。韓国国防省によると、オースティン国防長官は同日、 ジョン・ソップ国防相と電話会談し、うん、韓国政府と緊密に意思疎通し全面的に協力すると述べたこれちょっとすみません西岡さんちょっともう一回整理して説明してくれます、うん、ちょっと私これ読んだだけではあ,あまり理解できてないんですけどな何が一番の問題なんでしょうかいや今だから大騒ぎになってるアメリカの、うんえー、情報文書がはい。 どっか抜かれて、かれてはい、ええー、それがまあ SNS 上に出て、で、はい、それをニューヨークタイムズが報道した、はい。ああなるほどはい、まあ、で,で、ね、だから、はいうん、ロシア軍 の作戦計画をアメリカが事前に抜いていたということがわかるような文書がそこにああなるほどなるほどそれが一番ですねなるほどなるほどだからそういうまだ戦いをやっててスパイがいるのになるほどそういう文書が出てきてしまったうんとそういうのが一番問題になってるところ量も多いはいしその中で実は韓国政府がウクライナに殺まあ日本と同じなんですけど殺傷能力の 武器は渡したくないと言っている、はい、ということについて、はい、韓国政府の中でやり取りをしている、うん、部分が、うん、その SNS そしてニューヨーク・タイムズのが暴露した米軍アメリカが持っていた文書に含まれていたと、はあ、だからあ韓国政府内のやり取りを電波坊主などしてあるいはヒューミンとかで米アメリカが取っていたんではないかというから してた、うん、ということですかそう,そういうことが、うん、にな,なるようなものがたくさん出ていたと、うん、しかしこの最初の記事でも、はい、一部は改ざんされている模様だがと書いてあるんですけども、うん、それあとこで出たものではかなりの部分が偽造されたものだった、はい、偽造された。だからこれはあのあ私の知り合いの。 米軍情報関係者ある人は、うん、まあその人が SNS に書いてたんで、はい、その人と直接まだ話はしてないんですが、はい、ああロシアが仕掛けた情報戦ではないか、はい、あつまりあのロシアの中にアメリカの,のヒューミンともいる可能性があるわけなでそれをあぶり出そうとして、はい、2000文の文章を開けてるんではないかではありますけどまさに戦争中のことですからアメリカの中にじゃあロシアのヒューミンとかに いるのか誰がそれを、そんな機密文書を。戦争も終わってもいないのに。出てくるのか。なるほど、ね。なるほど。それは。今ちょっと騒ぎになって、まあ、米韓関係が。おかしくなり、かねてるわけですね。あ,あ,あのユン大統領、国賓で行く直前ですね。ああ、そうか。なるほど、ね。うん、なるほど、ね。だけど。それについて。あの、電話会談をしたりして、中身おかしいと。なるほど。今、うん、あの、だから、やっぱり。 一部もしかしたら本物が入っているかもしれませんがでも大部分が捏造されたものだとすると、うん、意図を持って SNS にリークしている可能性がある、うん、それはロシア側がやっている可能性がある。という 最初のニュースではアメリカはそんなことするのかってなったんですけども、うん、でもそれはアメリカはもう国だからそういうことをやるんだろうなということを思ってたんですがそれじゃなくて、うん、それが漏れたということの意味が何なのかアメリカは日本だって日本から来たやつだって情報を取りますからね、うん、だけどそれが、ね、漏れるということがあってはならないわけで建前はやってないということになってなくちゃいけないのに、うんはい、ということですはい5分前になったので飛ばしてねレイ、うん、ちゃんね西岡さんの ついてあるでしょ西、はい、かにって書いてある、はい、これを最後にやりましょうはい「言うべきことを言う日韓関係に」「<laughs> 韓国のユン・ソニョル政権が朝鮮人戦時労働問題の解決策を打ち出した我が国政府が歓迎しユン大統領訪日を受け入れ最悪と言われていた日韓関係が改善している私は今回の解決策を期限付き日韓関係最悪 <laughs> 回避策だと限定的に見ており自衛隊機レーダー消費事件が未解決のままでは真の改善はないと思っているまあその後しかしと書いてですね、はあ、あの北首相が韓国側が求めた謝罪をしないで、うん、歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでることを確認した と述べたことを評価していると、うん、いうことがまあこの「言うべきこという日韓関係ということでですね関心があればぜひ全部読んでほしいんですが私はまあ40年間日韓関係を見てきたんですけども。 謝罪問題、まあ、歴史問題が外交に上がったのは1982年なんですねはい、はい、教科書問題ですけど、うん、その時も日本の新聞の誤報から始まってる慰安婦問題もね情記事から始まってるとうん、うん、日本初なんですそしたら本来はやってはいけない、うんえー、条約で処理が済んだ歴史問題を外交に持ち込んだ、はい、これは韓国中国がやったことです、うん、そして日本からお金を取ろうとしたんですけども、はい、それに対して教科書 この検定基準ままでで変えてしまったんですね教科書というのは内政です、はい、あるいは総理大臣が先の戦争で亡くなった人をどう追悼するかも、うん、内政中の内政、はいはい、内政干渉だと言うべきだったんですそれを言わないで謝罪してお金を出した、うん、40年間そうやってきたんです、うんえー、しかし今回、岸田さんは謝罪という言葉を使わなかった、うん、そしてお金を出さなかった。うん それはつまり私の言う、えー、歴史認識問題の4要素っていうのがあるんですけどもに日本のマスコミの嘘発信韓国中国政府が外交問題化、はい、そして日本の政府が謝罪する、うん、そして日韓の反日勢力は世界にそれを広げると、うん、だから1党3党4の半分は日本なんです、うんうん、しかし朝日新聞の慰安婦誤報を認めた。 ところぐららいから1が弱体化してきたそして3について安倍政権そして菅政権が謝罪をしない基盤を作ったそして岸田政権が今回初めて外交問題に歴史問題が出たのに謝罪をしなかった、うんはい、過去の歴史認識を引き継いでるっていうのにはもちろん謝罪も引き継いでる韓国側はそう解釈しましたけれどもしかしもうこれ以上謝罪しないといった安倍大臣も引き継いでるわけです。 あるいは菅閣議決定、強制連行ではなかったというのに引き継いでいる、はい、そこまで来たということで、はい、アグリー・トゥ・ディス・アグリー、歴史認識は一致しないというところまで来たと、だから今の謝罪をしないということを続けるべきだと、謝罪をしたら日韓関係は悪く,な、はい、悪くなった、謝罪をしなかったらよくなりつつすあとどのくらい時間ありますか、1分、礼、うん、ちゃん、次、読めるだけ読んでください。 三、さんの三はい、えー、北朝鮮、金総書記、攻撃作戦計画を確認、うん、米韓へ対決姿勢強化。北朝鮮は、朝鮮労働党中央軍事委員会の拡大会議を10日開き、金正恩総書記が、戦争抑止力をより実用的、うん、かつ、構成的に拡大し、効果的に運用する必要性を強調した上で、こう 攻撃作戦計画を確認したと11日発表しました。キム総書記は党のトップに就任してから11日で11年となり、アメリカや韓国への対決姿勢を一段と強めています。これ朝鮮半島の地図ですけれども、これは韓国側のピョンテク、米軍のいる基地にあるところを指してるんですね。であの、ちょっと私がし準備してきたあのを出せますかね。この実は あの向こうもね最近、ピョンヤン占領とか、残首作戦という、好戦的な盲言まで露骨に流して、わが共和国との全面戦争を想定した大規模な軍事演習を知っとりくに強行した敵はって言ってるんですけども、つまり、聞いてるんです、今、バイデン政権は完全に無視してますが、北朝鮮がどんどん緊張を高めてるときに、米軍はちゃんと準備して、それが北朝鮮に伝わってるということです。 でもどんどん緊張が言葉の上で高まっています。はい、はい、じゃあ時間が来ましたのでこれくらいにしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい